それでは、実勤賞、大江山の解説を行います。実勤賞は、鎌倉時代に成立した説話集です。では、冒頭から行きます。泉式部、安政が目にて、単語に下りけるほどに。泉式部が、藤原の安政の妻として単語の国、今の京都府北部に下っていた頃に。京に、歌合わせありけるに。 今日で歌合わせがあったときに、歌合わせとは左右に分かれた歌人たちが歌の優劣を競う遊戯です。このように真ん中に判者、審判が立ち、左右に分かれた歌人たちがそれぞれ歌を読んで審判が判定するという形になっています。古式部のないし、歌読みに取られて読みけるを。 この例は受け身を表します。そこで、古式部の内誌が歌読み、つまり歌人として選ばれて歌を詠んだのだが、という役になります。古式部の内誌は最初に出てきた泉式部の娘にあたる人物です。今回の主人公になります。母親である泉式部は、泉式部集などでも知られる有名な女流歌人です。 さあ、その娘の古式部のないしが歌人として選ばれたわけですが、定より中納言、戯れて。戯るとは、からかうとか、ふざけるという意味です。つまり、定より中納言が、この古式部のないしをからかったわけです。古式部、古式部のないしありけるに、古式部のないしがいたところに、 おそらくこれは宮中の坪根、えー、女房たちの部屋の中にいたわけですが、はい、ここで一度人物関係を整理しておきます。泉式部は藤原の康政の妻として単語の国に下っています。古式部のないの父親は別の男性で、泉式部にとっての前の夫になります。今回はこの二人の男性は登場しません。 娘である古式部のないしが主人公になります。歌合わせの歌人として選ばれたところに、藤原の定頼中納言が戯れて、つまりからかってきたわけです。では続きを読んでいきます。単語へ使わしける人は参りリタりや、いかに心もとなくおぼすらん。これが、定頼中納言の戯れ、つまりからかいになるわけです。 使わすとは、お使いにやる、派遣をするという意味です。けるは過去。参るは謙譲語で、定よりから古式部の内政への敬意を表します。そして、たりは完了。やは疑問。これをつなげて訳をすると、単語へお使いにやった人は戻ってまいりましたかという意味になります。 いかにこれは英語で言うところの how を表す疑問詞です。どんなにとかどのようにという疑問になります。心もとなし。これは非常に重要な古典単語の形容詞です。1、はっきりしない。2、待ち遠しいじれったい。3、気がかりだ不安だ。と、どれも大事な意味ですので、この際3つとも覚えていきましょう。おぼす。 これは思うの尊敬語で、大思いになるという意味を表します。定よりから古式部の内視への敬意を表します。ラム、これは現在推量、何々しているだろうを表す助動詞です。さあ、これをつなげて訳をすると、どんなに待ち遠しく、あるいは気がかりに、心配に思っていらっしゃる ことでしょうかとなるわけです。通して意味を考えてみると、あなたが単語へお使いにやった人は戻って参りましたかその使いが帰ってくるのをどんなに待ち遠しく大思いなことでしょうねと言ってるわけです。しかし、ここまで読んできた中で古式部のない詩は単語へお使いなどやっていません。一体これは サダユリ中納言のどのような意図を表しているのでしょうか。単語にお使いにやった人というのは、歌合わせのためにお母さん、泉式部の力を借りるために、あるいは歌を代わりに作ってもらうために派遣した使者ということを意味します。つまり、歌合わせの歌人に選ばれたあなたは、お母さんの力を借りようとして単語に使いをやったのではないですかと言ってるわけですね。 もう少し言い換えてみると、お母さんの力を借りなければ、一人では歌を読むこともできないのでしょうお母さんに代わって歌を作ってもらうんじゃないのですかそういうことを皮肉って言ったわけです。まさに、戯れ、からかいですね。今の世界にもあると思いますが、2世タレントとか、2世選手に対する、まあ、新人へのいじめ、新人からかいみたいなものだと思えばいいのではないでしょうか。 と言って、つぼねの前を過ぎられけるを。ここのられは尊敬を表します。つぼねの前を通り過ぎようとした、さだゆり中納言への敬意を表しています。と言って、古式部の部屋の前を通り過ぎなさったところ、さあ、このようなさだゆり中納言の戯れ、からかいに対して、古式部はどう返すのでしょうか ミスより、なからばかり入れて、わずかに脳死の袖を控えて、腰気分の内脂の動作を表しています。ばかりとは程度を表します。ですので、ミスから体半分ぐらい出て、わずかに脳脂、えー、表記はなほしと歴史的仮名遣いで書きますが、読むときは脳死と読んでください。 ちょっと、サダユリ中ナゴンの脳死の袖を捕まえて、廊下を通り過ぎようとするサダユリの袖を、ミスの中から体半分出してパッと掴んだわけですね。そして、この有名な大江山の歌を読みました。この歌の解釈のためには、掛け言葉を理解する必要があります。ここでは、行くのとふみ、 と、この2箇所で掛け言葉が使われています。行くのとは、地名の行くのと、そこに行くという意味の行くの掛け言葉。踏みは、手紙を表す踏みと、足で踏む、踏み歩くの踏みの掛け言葉になっています。では、この掛け言葉を考慮すると、どのような意味になるのか。 大江山を越えて行くのを通って丹後に行くその道が遠いのでまだ天の橋立てのある丹後の地を踏み歩いたこともなければ母からの踏み手紙を見たこともありませんとなるわけですお母さんからの手紙はまだですかとからかった定よりに対して丹後の地なんて 実際に踏み歩いたこともなければ、踏みを見たこともないと、掛け言葉を使って巧みに返したわけです。ちなみに、この歌の中には3箇所の地名が出てきます。このように、歌の中に地名を用いる場合、この地名を歌枕と言います。よく和歌で読まれる景色が美しい土地、これを歌枕の地などと表現することもあります。 はい。このように、この百人一首にも載っている有名な歌で、えー、古式部の内詞は定よりに読みかけたわけです。思わずに浅ましくて、浅ましも重要な形容詞です。驚きあきれる様を表します。歌を読みかけられるとは思っていなかった定より中納言は、思いもかけず、まあ、意外なことに驚きあきれて、 コアはいかにこれは慣用句です。これはどうしたことかという意味を表します。このまとまりで覚えておきましょう。かかるようやはある。ここで大事な表現は、やはという反語を表す修助詞。失礼しました。かかり助詞です。反語、つまり、何々だろうか、いや、何々ないと一度疑問で問いかけて、その後否定する形の文章です。 このようなことがあるだろうか。いや、あるはずがないと。定より中納言にとって古式部から歌を返されるなんて全く予想もしていないことだったわけです。とばかり言いて変化にも及ばず。ここでのばかりは先ほどの程度ではなく限定、〜何々だけを表します。つまり、とだけ言って、 変化にも及ばず、変化を読むこともできず、当時の貴族たちのマナーとして歌を読みかけられたら歌を返す、つまり変化を返すことが当たり前なのですが、あまりにびっくりしすぎて変化を返すこともできなかったわけです。袖を引き放ちて逃げられけり、ここでのられは尊敬を表します。袖を振り解いて、 振りほどいて、お逃げになってしまった。つまり、古式部はからかってきた定より中納言を見事な切り返しの歌で撃退してしまったわけですね。古式部、これより歌読みのように覚え入れきにけり。覚えとは評判や名声、または、えー、帝などの調和を得ることを表しますが、ここでは評判名声で結構です。 古式部の内誌はこれ以降、歌読みの世界で名声が高まったということが高い評判を得たということだ。という意味になります。当時の宮中というのは狭い社会ですので、このようなうまい返事をしたという評判は古式部の内誌の評価を高めてくれたわけですね。さあ、内容の確認です。定より中納言から、 お母さんの力を借りなければ歌を読むことはできないでしょうと、戯れ、からかわれた古式部のない詩は、定よりの袖をつかみながら大江山の歌を即座に読んだわけです。この、その場で即座に歌を読んだということが、つまり、独力で歌を読めることの何よりの証明になったわけです。長々と弁明するよりも、その場で歌を読んでみせるということは、 このからかいに対しては最も鋭い切り返しと言えるかもしれません。サダよりはびっくりして変化もできずに袖を振り放って逃げてしまいました。この出来事から古式部のないしは歌人たちの世界で高い評判、名声を得るようになったということです。さあ、あと少し続きをいきましょう。 これは打ちまかせての理運のことなれども、打ちまかせてとは普通にとか一般にという意味を表します。さらに、理運のこととは、理の当然、当然のことという意味ですので、これは普通で当然のことではあるけれども、という意味になります。かの今日の心には、これは当然定より中納言のことですね。 サダユリ中納言の心の中では、これほどの歌を、ただいま読み出すべしとは知られざりけるにや、ただいまとはすぐさま即座に、ここでのべしは読み出すことができるという意味で可能。最後のには、にぃプラスやープラス、そしてここはありの省略がありますので、断定です。 そして、やは疑問。このつながりから考えると、古式部のないしが、すぐさま歌を読み出すことができるとは、お気づきになれなかったのでしょうかという意味になります。古式部ほどの人にとって、すぐさま即座に歌を読み返すっていうのは、当然のことではあるのだけれども、定よりはそれを想像さえしなかったのでしょうね、と、 作者の感想で締めくくっているわけです。以上で大山の解説を終わります。大事な単語、助動詞などがたくさん出てきましたし、歌の解釈は少しややこしいところもあったと思いますので、繰り返して復習をしておいてください。